皆さんこんにちは。今日はどんな一日ですか？ですね、今日は英語のちょっとした知識になるようなお話をしていきたいと思います。では早速なんですけど、 Okay, what animals do you like? 何の動物が好きですかと今クエスチョンしたんですけど、例えば猫が好きですっていう場合、なんて皆さんだったら答えますか？I like cat とか I like a cat は実は間違いです。そう、そこでね、なんでなんて猫キャットだから I like cat とか I like a cat っていいじゃんって思うかもしれないんですけど、そう、正しくは I like cat です。主語が来ますよね。私は I で好きです、動詞 like、 その後に目的語の名詞が来るんですけど、その名詞を複数形にしないといけないんです。じゃあなんで複数形にしないといけないのかってちゃんと理由があるので、それをちょっとお話ししていきます。はい、では説明していきます。何の動物が好きですかって聞かれて、猫が好きですっていう時、 I like a cat って言ってしまうと、 a cat って一匹の猫っていう意味なので、相手はどの猫が好きなの、一匹の猫、一体どの猫が好きなのってなってしまうんです。そう、みんなが猫が好きですって伝える時って、自分が飼ってる猫が好きだったりとか、もちろん外にいる猫も、あるいはカナダに住んでる猫も、この世の中に存在する猫っていうものが好きですよね。なので I like cats っていう風に名詞を複数形にしてあげるっていうルールがあります。例えば犬が好きだったら I like dogs で、キツネが好きだったら I like foxes っていう風になるんですけど、ここでまた混乱していくのが名詞 S をつける、 ES をつけるっていうところです。ほとんどの名詞には複数形するとき S をつけるんですけれど、 ES をつけるときの単語っていうのはS、SH、CH、O、X で終わる名詞には ES をつけるというルールがあるので、ここがポイントになってきます。そしてもう一つよく聞かれてたのが I like the cat っていうふうに the を入れるのは、文法的にありえない文章ですかって聞かれてたこと多いんですけど、文法的にはありえる文です。でもシチュエーションでそれが使えるか使えないかっていうのが変わってくるので、それをちょっと言っていきますね。じゃあ Java ね、使えるときって使うときどんなときかちょっと説明していきます。こてつくんを使って説明していきます。 OK、じゃあ例えば、この部屋に、私がこのね、ここに私と外国の人と2人で話してるとします。例えば私が、向こうが What animals do you like? って聞いてきた時に、私は I don't like cats but I like the cat I like the cat この猫は好き、そう、猫自体は嫌いなんだけど、この猫は好きなんだよっていう時は I don't like cats but I like the cat っていう風に言うことができます。かわいいね。はい、皆さんどうだったでしょうか。今日の英語の、そう、私英語のこの今日発信で1回目でこの I like 何々を選んだ理由っていうのが、すごく子どもたちから質問が今まで教えてきて、英語を教えてきて多かったんですよ。 S なんで I like cat じゃないの、 I like cats とか S がつくのかっていう疑問、すごく子どもたちから質問があって、それをこう伝えた時に、これはこういう理由でこうだよって言ったら、ああなるほどみたいな
感じで言ってくれたりとか、もちろんこの私たち世代で、そのアラフォー世代の学生の時って中学校から英語が入ってたと思うんですけど、だからこそもう毛嫌いしてるお母さん方お父さん方すごく多かったんですよ。もう私わかんない、全くわかんないみたいな。そうなんだけれど、やっぱりこうやって一緒にこう学んでいくっていうのが、まあ、ちょっとした英語をじゃあ真剣に本を買って学ぶぞってなると、なんかもう嫌って方たちにとっては、こういった風に動画にしてちょっとこう画像とかも交えながら、ちょっとした隙間時間で聞いてもらうことで、興味を持ってもらえたりとか、またはお子さんがいらっしゃるお母さん方たちにはこれを見てもらって、例えばお子さん方を英会話に通わせてる保護者の方々もいらっしゃると思うんですけど、その英会話に通わせるだけじゃなくて、大人が興味を持って質問してあげる機会ができると、子どもたちはより一層頑張ってくれます。うん、例えば学校とか、まあ、学校でもお勉強してますし、まあ、英会話ね、外国語活動が入ってきてすごく英語を学ぶ機会多くなってきてるので、学校や習い事、英会話教室から帰ってきた時に、なんかそういう会話、 I like cat で S がなんでつくのとかクエスチョンしてあげたりとかで、分からなければこういう意味なんだってとか、なんで S がつくかっていうとねとか教えてあげたら、一緒に学んでる感覚で子どもたちも嬉しいですよ。でやっぱりお母さん方の好きなものを好きになる傾向にあったりとかするので、そう一緒に学んでいくのは子どもたちにとって楽しいことじゃないかなと思うので、はい、一つおすすめかなと思います。もちろんいろんな人に見ていただいて、その英語毛嫌いしているんであれば好きになってもらえたらなと思います。